こんにちは、サチです。旦那が近くにいるのでアテレコやってみます。聞いて、旦那が宝くじ買ったらしいの。宝くじ見る？あー、でも当たったらママに分けなきゃいけないくなるからな。でも一人で見るの大変だからどうしようかなって。普通さ、一緒に見ようか、黙って一人で見るじゃない。わざわざイラッとさせてくるの何？ということで、いいこと考えた。ドッキリ仕掛けよう。準備はしていないんですけれども、当選番号をメモって、そこに偽番号を仕込もうと思います。成功するかわかんないんですけれども、頑張るぞ。おー、こんにちは、サチです。よっこれからパパが買った宝くじを当選確認します。します。1億円当たりますよ当たったら何買いますか？全部寄付します。へえ、心が広いんだ。じゃあママにくれたらいいんじゃない何個ありますか？年末ジャンボミニが50枚、ミニが50枚、ジャンボが50枚、すべてバラです。バラだから10億円は当たりません。最大の当たる金額は？ジャンボがうまくいけば7億。7億、違う、1000万。5000万か。5000万、5000万。ミニは最大5000万だそうです。開けていこう。当選番号ってさ、もう分かるんだよね、うん、ちょっと当選番号確認します。ちょっと見えないけど、当選番号メモりました。1個しかないから、こうやって見たらいいんじゃない？パパジャンボ、ママミニ、同じ枚数。どうする？1個ずついく？1個ずつの方がいいんじゃない？あ、まあいいよ、どっちか。じゃあママミニ、これ何枚？50枚。開けていきましょう。じゃあパパジャンボ見れば。これミニみたい。ミニ？いきなり52組。ちゃんと見てよ。500円、あ、300円。300円。10枚買ったら1枚入ってんだけど。確かに。300円。当たらないもんだね、やっぱりね今年も一生懸命仕事するようか。300円。ツルツル、いくらこれ？え？3等。1万円？ 3000円はここだよ。1万円？結局どうやった？イエーイ！何でそのテンション低めの違う。本当？本当。1万円ゲット。え、これさ、100枚？3万円分。3万円？まだ足りてないけど、1万円ゲット。1万円ゲット。300円。あと20枚。ママ全然当たんないね。え、そんなすぐ当たるもんじゃなくない？うわー、マジか。
寂しいな。喋るなら喋るって貼ってもらっていいですか。あ、そう、撮ってるよね。そう。10507 73。え、当たっちゃった？本気だよこれ。え、嘘でしょ。シャレなんだよ。一等じゃないよ。え、73件ない。どういうこと。181組だよ一等は。これ何のあれ。7、どこ行ってた。何書いてあった。え、何が。ママが書いたやつ。書いた紙。え、どれ。ママが書いたの。ぬか喜びってやつ。これ何、どういうこと。73って。どっから拾ってきたの？てってれそういうことか。マジで。お腹痛い。ほらこれちゃんとまだあとばらまいちゃったから分かんなくなっちゃった。お腹が痛い。え、73組当たってるよ。105207 105207当たってるマジで。ほら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 。うん、おかしくね。ちょっと一ドッキリすごい見事に引っかかってくれたね。しかも捨てたし、一回スルーして当たってるのに。あー、超泣いてきた。俺が泣きたいわほら気を取り直して、まだほら見てないよ。本当かどうかもわからないよ、もうそれも人間不信になるよ俺は。わからないよもうそんな綺麗に騙されるとは思わないじゃん。隣でメモして書いてんのに。ほな見てないよね。ないなぁ。ないです。これ一等当たってるから。じゃあ持ってったらいいんじゃない。一等当たってる7億円のカード。結果発表。
3000円でした。ずるー体によくないよ、ドッキリね。こっちはミニ必死に見て、ミニを見ててメモってるの知らないじゃん隣でやってんのにね、7億円を騙されました私は。でも寄付するって言ってたし、当たったけどあげたと思ったらどう、なんかいいことした気分になるんじゃない。騙されたからね、いい気分にはならないよねでも今日はパパの小銭を2022年1月17までに小銭いっぱい貯めてる人は、ゆうちょ銀行で両替っていうか貯金にしないと手数料がかかるそうなんですよ。手数料がかかっちゃうから、パパが小銭をポイ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 、ポイじゃなくて、あのね、貯めてた分を数えてざっくり、れいちゃん、れいちゃん合わせて11万あって、そっからあとは1円5円といろんなのが混ざってるものがあったので、これがあるじゃない、この小銭たちが。7億円には程遠いです。7億当たってるかもしれないからね。そうだね、騙されましたで、パパでもスルーしてたからさ、ここの中にも本当はあったかもしれないよ。はい、本日もありがとうございました。バイバーイ。ねえ、ちょっとあのドッキリは悪いよね。ねえ、だって捨てたじゃん。捨てたけど、捨てたけど、ねえ、冷静に考えたらママがだって、え、これ当たってんじゃないみたいな。使わないで。ねえ、みんな笑われちゃうよ俺、本当に。ねえ。うわー、くそー、ちくしょう。てってるー、くよし。れいちゃん来てくんないね。うん、れいちゃんねんね、れいちゃん。みんなね、れいちゃん、7億円当たったのに外れてたよ。れいちゃん、どういうことだ。れいちゃん、7億当たったんだよ。れいちゃん、7億当たったの。でもね、それはね、ママがパパをドッキリではめたの。かわいそうでしょ。かわいそうでしょ。うーん、うーんっつってもんね。れいちゃん、ママやっつけろ。いい正月休みになったよよかったね。もう明日から仕事するよ俺ドッキリやるもんじゃないですよ。見事だったね、本当に見事だった。見事にはまりました。芸能人の気持ちはよくわかるよ。あ、カメラね、カメラみたいな。でも寄付するって言ってたし、当たったけどあげたと思ったらいいんじゃない。そうだね、寄付したってことで。お尻かかないで。ショックのあまりさ、当たった外れたじゃないの、ドッキリを仕掛けられたことにショックでさカニカマに続きまして第2弾。第2弾もうやらないから、もうこれ第2弾だから。え、カニカマチャレンジしたから、もう見事でした。お疲れ様です。お疲れ様です。ドッキリ大成功